フェリックス・ホセ、ドミンゴ・フェリックス・アンドュハー、ホセ、ドミンゴ・フェリックス・アンドューハー・ホゼ、1965年5月2日タイ、は、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手、外野手、ウト・リョーダ。フェリックス・ホセは18歳だった1月に、オークランド・アスレチックスと契約した。その後数年間は、マイナーリーグで育成され、9月2日の対、ニューヨーク・ヤンキース戦。 オークランドアラメダカウンティコロシアムでメジャーデビューを果たした。当時のアスレチックスは第二次黄金時代を迎えており、ホセが守るガイアはホセカンセコ、デイブ・ヘンダーソン、リッキー・ヘンダーソンラスター選手で埋まっており、までは十分な出場機会が得られなかった。しかし、ホセの能力は高く評価されており、翌契約期間が切れた指名打者デイブ・パーカーとアスレチックスは、 再契約せず、空いた指名打者に関成子が移ったため、ホセにガイアレギュラーの座が与えられた。しかし、ホセは期待に応える成績を残せず、8月末まで打率。264、本類打8、打点39、ポストシーズンに向けて準備するアスレチックスは、8月末にコーダのガイア手、ウィリー・マギーをセントルイス・カージナルスから獲得する代わりに、 ホセを放出した。ホセは、シーズン当初から活躍し、4月の月間、最優秀選手のみならず MLB、オールスターゲーム出場選手にも選出され、シーズン当しで打率。305、本類打8、打点77の高成績を収めた。よくも、ホセの打撃力は健在で、5月月間、最優秀選手を獲得するとともに、シーズン全体でも打率。295、 本類打14、打点75と、前年並みの成績を残した。しかし、当時長打不足に悩んでいたカージナルスは長距離打者の獲得を目指しており、同年シーズンオフ、クレック・ジェフリーズとの交換トレードにより、カンザスしてロイヤルズへ移籍した。ロイヤルズでの初年度は打率。253と低迷したが、2は打率30。303, 本類打11、 打打点55と高打者ぶりを発揮した。翌5月に何らかの理由によりホセはロイヤルズから放出された。その後、シカゴカブス、ボストンレッドソックス、トロントブルージェイズと契約したが、ホセがメジャーリーグに復帰することはなく、数年間、ホセは独立リーグなどでプレーしていた。天気となったのはのことで、同年、韓国プロ野球の第2回外国人選手ドラフトで、 ロッテジャイアンツから一位指名を受けたホセは、ロッテと契約した。韓国へ渡ったホセは、打率、327、36本塁打、122打点と、顕著な活躍を見せた。ホセの活躍は、打線の連鎖爆発を誘い、ロッテは4年ぶりにプレーオフへ進出した。サムスンライオンズとのプレーオフではチームが1勝3敗と、崖っぷちに立たされた第5戦で、 サヨナラホームランでプレーオフの流れを変えた。3勝3敗と互角になった最終戦の第7戦では2点を追う6回表に路長心から反撃の口火を切るソロホームランを放った。すでに第5戦でサヨナラホームランでシリーズの流れを変えたホセダっだけに3勝1敗の優勢を覆えられる不安から興奮したサムスンのファンが多数グランドに物を投げ入れた。 その中でミネラルウォーターの入ったペットボトルがホセの股間を直撃。ホセは激光してサムスンのファンが集まっていたスタンドにバットを放り込んだ。これで暴徒化したサムスンファンとロッテ選手が防球ネットを間に置いて睨み合いながら乱闘寸前の騒ぎとなり鎮圧に警官隊まで出動するまでに至った。この事件は手具大乱闘と呼ばれている。 コセは退場処分となったが、試合はこの後ロッテが逆転勝ちして、韓国シリーズ進出を決めた。チームが韓国シリーズに出場したことで、彼に対する処分をめぐって、いろいろ意見があったが、韓国シリーズの興行の面を考慮した、韓国野球委員会の裁定で、韓国シリーズへの出場は許容して、翌年のレギュラーシーズンで10試合出場停止の処分を下すことにした。 は、ロッテとメジャー球団のオファーを両天秤にかけて、ニューヨークヤンキースと契約。5年ぶりに、メジャー復帰した、ホセだったが、レギュラー選手が怪我をした時のためのバッアップ選手で、あったため、満足な出場機会は得られなかった。2はメジャーからのオファーがなく、再びロッテに入団。1999年に課せられた、出場停止処分を、どう適用するかで、 また議論を起こした。結局、韓国野球委員会の有権解釈で2000年のシーズン1年間韓国でプレーしていない期間に処分された10試合を含ませることで、この年は開幕戦から出場することができるようになった。この年の大サム無ン戦で、ハイエイシュから受けた死休に起こり暴行を働いた。2は、モントリオールエクスポズとロッテとの二重契約が明るみに出て、 ロッテを解雇される騒動も巻き起こした。同年には、メキシカンリーグのメキシコシティレッツでプレーしていた9月に、アリゾナダイヤモンドバックスに移籍し、サンドメジャー復帰を果たした。よくもダイヤモンドバックスの一員として、代打で18試合に出場している。同年のオフには、フルソロッテとの契約交渉も行われたが、本人が高額年俸を請求したことや、ダイヤモンドバックス側が、 オゼの譲渡を拒否したこともあり、韓国復帰は実現しなかった。その後、メキシカンリーグを経て、12月18日には韓国、ロッテと契約し、5年ぶりの韓国球界復帰となったが、2007年5月11日に不審により、大談となった。ロッテジャイアンツでの大活躍以降、ロッテの本拠地である釜山のファンからの絶大な支持を盾に、 毎年シーズンオフに、ロッテ球団とメジャー球団のオファーを両天秤にかけ、二重契約すら辞さずに有利な側と契約してしまうため、韓国では彼のこのような態度を快く思わないファンも多かった。中日ドラゴンズが獲得を検討したことがあるが、この二重契約癖の問題によって、獲得は実現しなかった。二独立リーグのシャンバーグフライヤーズでプレーしたのを、 最後に、現役引退。2013年6月25日、社食野球場でのロッテジャイアンツのイベント出席のため、6年ぶりに韓国を訪問している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。